よし。また来たんですかって。別にいいだろ。放課後なんだから。下級生の教室に来るくらい。ここで待ってた方が、あいつが部活終わった時にすぐ会えるからな。あと、ここの教室。部活頑張ってるあいつの姿がよく見えんだよ。と、あいつの席を。おい、何ナチュラルに隣座ってんだ。お前には見せてやらねえぞ。野郎はさっさと帰れ。はあ？なんだよ、狂犬彼氏って。クラスで噂になってる。ったく、変な呼び方すんな。てか、邪魔。俺は可愛い彼女の姿を見るのに忙しいの。お前は同じクラスなんだから、改めて見る必要なんてないだろ。てか、そもそもみんな。あ、まさかお前。あいつのことそんな目で見たらマジで許さねえから。あいつのどこがそんなに好きなんですかって。見りゃわかるだろ。可愛いんだよ。いや、わかりますって言われるのも、なんか複雑だけど。うん。見た目、そりゃもちろん可愛いよ。笑顔も可愛い。控えめに笑ってる顔も可愛くて好きなんだけど、腹抱えてくしゃってした顔で笑ってんのとか、超可愛い。何度でも笑わせてやりたくなる。髪の毛とか、何食ったらそんななるんだってくらいサラサラでさ、撫でるとコロコロ笑うんだよな。あと、すぐ照れて顔赤くなんの。リンゴみたいでさ。困った顔でやめてって言われたら、いじめたくもなるだろう。あ、こけた。何してんだあいつ。ドジなんだよな。そこも好き。あと、年下だから甘えときゃいいのに、変なとこ真面目でさ、律儀だし、そういうとこ丁寧、気遣い上手で、そこもいいとこなんだけど、疲れてないかたまに心配になる。だけど、ちゃんと正しいと思ったことは年上相手にも物おじせず言えるんだよ。たまに意見曲げなくて頑固だなって思うこともある。まあ、そこも可愛いとこなんだけど。あと、手とか顔とか体とか、何もかも小さくてわっこくて、抱きしめたら壊れちゃいそうで、たまに怖くなる。って、なんで俺はお前に語ってんだ。またやっちまった。うん。そんな出来合いしてたら誰も取ったりしませんよって。当たり前だろ。俺よりあいつのこと好きなやつなんていないからな。ったく何してんだ。見たか今のあいつの顔。ほんと、かわいい。あ、うるせえな。何見てんだ。とっとと帰れよ。はあ、俺が付き合わせた。ああ、まあ、確かに。悪かったな。おう、お疲れ。はあ、なんであいつのクラスメイトにこんなこと語ってんだ。
頑張ってんな。お、ナイス。嬉しそう。うまくなったな。ほんと、見てて飽きねえわ。ぐったいだろ、やめろって。おはよう。って今お前、何ですかって。今、頬にキス。あ、ちょ、待って。はあ、なんで逃げんだよ。ほんと、お前可愛すぎ。仕返し。どれだけ好きにさせたら気が済むわけ。お前のこと好きすぎて。俺がお前のクラスの奴らになんて呼ばれてるか知ってる？狂犬だってさ。狂犬彼氏。お前に近づく男に見境なしにキャンキャン吠えてるってさ。年上だからもっと余裕あってかっこいい先輩でいようと思ってんのに、お前が可愛すぎて好きすぎてそれどころじゃなくなる。今日もお前のクラスの男子に牽制したり、はあ、ほんと情けない。こんな彼氏でごめん。でもそれだけお前のことが。ってなんて顔してんの。顔真っ赤。ほんと、かわいすぎだから。余裕なくてごめん。でもやっぱ、お前のこと誰にも取られたくない。俺以外の誰も見てほしくない。その顔他のやつに絶対見せないで。可愛すぎるから。ね、キスしていい？さっきもしたでしょって。そこじゃなくて、ここにしていい？ごめん、困ってる顔死ぬほど可愛くて。じゃあ
ち向いて俺だけ見て、そのまま目そらすなよ。その顔ずるすぎ。こら逃げないで。もっと抱きしめさせて。今日もお疲れ様。頑張ってんの。ここからずっと見てたよ。愛しくて触れたくて仕方なかった。だからもうちょっとだけこうさせて。な、好きだよ。最後まで聞いてくれてありがとう。ああ、大丈夫？疲れてない？あのさ、もしよかったら次の動画も一緒にどうかな。ああ、あとチャンネル登録してもらえるとめちゃくちゃ嬉しいかも。ねえ、もっと僕とイチャイチャしよう。